サザエは、複足甲庫複足メ流天ー添加に分類される巻貝の一種。サザエア族のタイプ種。日本では代表的な食用貝類の一種で、サザエの壺焼きなどでよく知られる。トゲのある殻が特徴的であるため各種の異常や比喩などに利用されて、きたが個体によってトゲのないものもある。小型のものは禁煙種の南海サザエと同様に、姫サザエなどの名で市場に出回ることもあるが、 ヒメサザエという種があるわけではない。殻は大型で、体か、が、各径とも20センチメートル以上になる。殻にはトゲがあるものとないものがあり、それぞれ有極型、無棘型と呼ばれるが、トゲの発達の度合いはいろいろあり、成長の途中からトゲが出たり、あるいは消失したりする場合もある。トゲの発達した外海の個体を、水流のない水槽などに移して飼育すると、その後は、 多くの個体でトゲを形成しなくなり、逆にトゲの発達しない個体を外海に放流すると、トゲを形成することが知られている。このため、かつては、波の荒い外海に住む個体は流されるのを防ぐために、トゲを形成し、波の荒くない内海では、その必要がないため、トゲなしになるという説があった。しかし、実際には、波の荒い地域であってもトゲなしの個体が確認され、 またその逆の場合も存在し、飼育実験でも個体によっては、トゲの有無と水流とか合致しない例もあることから、トゲの有無には、環境要因と遺伝的要因の両方が、関与しているのではないかと考えられるようになった。体の表面には、黒か主色の細かい線上の斑紋が多くあるため、全体に黒っぽい。頭部には一体の触覚があり、その基部近くの外側には、目が、内側には、 眉毛のような肉質のひさしがある。足は筋肉質でよく発達しており、足裏面は黄土色大色。全体が縦の溝で左右二つに分かれていて、これを左右交互に動かしながら前進する。足の後方背面には厚い石灰質の蓋を持つ。本来の蓋は裏側に見える褐色で緩やかな螺旋状を呈する、口倉質のもので、その表面に二次的に、 炭酸カルシウムが沈着しているのである。この石灰質の表面に、緩やかな渦巻き状の畝と多数の細かい棘、イボ状突起があるのが、サザエの特徴である。サザエ類の蓋の彫刻は種によって異なることが多く、従来より属の分類などにも用いられてきたが、やや人意分類的な嫌いもある。死有遺体であるが、殻や軟体の外見からは、区別できない。成熟した個体では、 生殖腺の色が異なり、メスが新緑色、オスがクリーム色となるが、生殖腺は殻の採用部に位置するため通常は観察できない。現在知られている唯一の直接観察の方法は、内部の生殖腺の色が透けて見える程度に、拡張付近の殻表面を削る方法であるが、観察個体を傷つける可能性もあり、個体数が多い場合は手数がかかるため、 養殖施設などでの実用にはあまり向かない。長官帯から水深30メートル程度までの岩礁に生息する。浅い場所には小型個体の密度が高く、大型個体ほど新所に生息する傾向がある。夜行性で夜になると岩礁を動き回り、海藻を施設で削り取って食べる。幼いのうちは糸巻きトデやイボニシ、カニ類などに捕食され、生害の敵は人の他にクロダイ。 猫ザメ、タコなどである。東アジアの海水温が高い海域の外海に面したい素に多く生息している。黒潮が支配的な日本列島太平洋側の九州から千葉県、外房あたりまで、及び津島海流が支配的な日本列島東、シナ海側の九州朝鮮半島南部、日本列島日本海側の秋田県、小賀半島あたりまで。津島海流は 津軽海峡にまで至るため、新潟県から北海道南部の沿岸部にも分布するとの説もある。回転寿司店で提供される、カツサザエの刺身サザエのつぼ焼き店舗で売られる、サザエ刺身、あるいは殻ごと焼いたつぼ焼きで食べる。特につぼ焼きは有名である。貝の出口側に筋肉質な部位があり、ビラビラ下帯状の袴と袴のあたりに、青色の砂袋や胃がある。その奥には、 生殖腺がある。生殖腺は独特の苦味を持つと思われているが、実は苦くなく甘い。綿のビラビラから渦巻き柄のあたりまでの間、胃のあるあたりに苦味がある。貝類は光花瓶症などを引き起こす貝毒や重金属が蓄積することがあり、一般に市販ルートでは貝毒検査を経たものが取り扱われているが、これらはプランクトンを食する二枚貝が対象であり、サザエは 検査対象ではない。冬から春が旬で、夏は産卵期に当たるためがやせる。第1位下関漁港、第2位愛の島漁港第3位八幡浜漁港第4位、宮久保漁港第5位、里見崎漁港、サザエは殻を小さい絵に見立てた、ササ、絵の意味であるとされる。サザエは大きくなった渦巻き状の貝、拳らは渦巻き状の拳のようであるとの意味である。 サザエの学名としては、1786年に英国のジョン・ライト・フットが命名したターボ・コルヌトゥスが長らく用いられていた。2017年、福田博史はこれまで種の同定に問題があったためサザエには有効な学名がなく未記載種として扱われるべきとする論文を発表、サザエの学名としてターボ・サザエを命名した。1995年に日本列島、 朝鮮半島に生息するサザエと中国沿岸に生息する南海サザエが別種と識別されるまで東アジア海域には同一の種が生息していると考えられていた。福田の研究によればライトフットがターボコルヌトゥスと命名したのは中国原産の南海サザエであった。1848年英国の海類学者ロベル・オーガスタス・スリーブは南海サザエとサザエを混同して サザエをターボコルヌトゥスと呼び、この後同定が引き継がれることになった。リーブはこの時同時にシーボルトが採集した日本産サザエをターボジャポーニカスと命名したのだが、リーブは誤ってモーリシャス産のトゲのない別種と混同し、ターボジャポーニカスはそのままモーリシャス産の種の名称として固定された。百九十五年、南海サザエとサザエは異なる種として識別され、 南海サザエの学名としてターボチャネンススが記載された。福田によれば新種として記載されるべきであったのはサザエの方であり、ターボチャネンススはターボコルネツスに対する重複命名であって無効である。このため、福田はサザエには今まで一度も有効な学名が与えられていない未記載種であるとした。ありがとうございます。